PFM-1 の切り欠きは模擬弾であることを示す PFM-1 はソビエト連邦軍が使用していた空中散布式の対人地雷である。NATO ではグリーンパロットと呼んでいた。一般にはバタフライ地雷として知られている。一般的に知られる地雷は円形をしているものが多いが、この地雷の特徴的な形態は空中散布時に空気抵抗によって 落下時の安定性と効率的な拡散を図るためのものである。また、明るいペイントは、不発時や作戦終了による地雷的巨時の発見をしやすくするために視認性を向上させるためのものである。アフガニスタン進攻作戦でこの地雷が使用された際、この独特の形状と色彩から子供が興味を持って散布されたものを拾ってしまい、爆発、 死傷する事件が多数発生した。そのため、西側のメディアを中心に、悪魔の兵器の別称でも広く知られている。なお、この時代についてよく語られる、子供が玩具と間違えて、手に取るようにこのような外見にしたという説は誤りで、常述のように、形状は、空中散布時に空気抵抗によって、効率的に拡散する形状を追求した結果である。 アメリカ軍にもプルマイナス43という類似の兵器がある。本体はポリエチレン樹脂製で作薬として液体爆薬が入っている。新艦は次元解放式となっており、散布時に安全ピンが外されてから40分で作動状態になる。このため安全装置を解除してから空中散布しても落下の衝撃で起爆しないようになっている。新艦が 作動状態になった後、本体に 5kg 以上の圧力がかかると起爆する。一旦新幹が作動状態になったら解除することはできないが、改良型の PFM-1S では安全ピンが外されて80時間が経過すると新幹が自動的に作動して自爆し、長期にわたって新幹作動状態で放置されないようになっている。ただし、開発側の実験結果によれば、 正常に自爆装置が作動する確率は85%に止まったという各部の説明ありがとうございます。